最初からもう頑張っ、もう一人で単独で行きたかったんですけど、最初係が全然かかんなくて、まあ集団で走ることになっちゃって、ちょっと残念ですね。まあ5周目ぐらいだと思うんですけども、小坂さんと小坂お父さんと一緒に走ってて、でまあ小坂さんがまあちょっとなんか自然に遅れてったって感じだと思うんですけど、まあ僕は別に気にしないで、ただひたすら淡々と自分自身と戦っただけですね。そうです、今月18日にアジア大会があるんで、それの最後の本当レースだったんで、今日はまあそういう気持ちの面でも、こうレースの展開としても、まあ自分の思い描くような感じで走りたかったんで、まあ最初からガンと行きたかったんですけど、それができなかったんで、ちょっとあと1週間練習して、その最初の係をもっとよくできるようにあの練習したいと思います。アジア大会の目標は、それはまあやっぱし優勝ですね。こう単独で逃げ切って、こうすがすがしく笑顔でゴールしたいと思います。さあ、おさあ濡れても大丈夫、何も入ってない。